HD 221287は、虚子長座の方角に約180光年の距離にある F 型主系列星である。視等級は 7.82 で、絶対等級は 4.20 である。HIP116,084 とも呼ばれている。2007年3月5日、ヨーロッパ難点天文台、ジュネーブ大学天文台を中心とする太陽系外惑星捜索グループは、ラシア天文台の 3.6 メートル望遠鏡と高分散分光装置ハープスを用いて、HD 221287 b を含む、いくつかの太陽系外惑星を発見した。ハプアーズの観測による、飛線速度の時間変化の分析から、HD 221287 b は、下限質量が 3.09 木星質量の木星型惑星とされている。この惑星は、離心率の小さいほぼ円形の HD 221287 から 1.25 AU 離れた軌道を公転している。軌道の安定性の解析により、HD 221287 b の軌道上を60度前か、後ろのラグランジュ点には、地球程度の大きさの惑星が、長期間は安定して存在できることが分かった。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機会を提供する、IAU100 ネームエクセワールズプロジェクトにおいて、HD 221287 系はクック諸島に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、クック諸島国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD 221287はPoerava、HD 221287 b はPipiteaと命名された。これらはクック諸島のマオリ語で真珠に関連する言葉に由来しており、Poeravaは完全に美しく完璧な、大きく神秘的な黒真珠を意味する言葉に、Pipiteaはクック諸島北部にあるペンリン環礁に見られる小さく白い金の真珠を意味する言葉にそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。